はい、ミシンチャンネルのミシンです。というわけで今回もやっていきましょう。アイキス3やっていきましょうなんかこう最近のタイトルコールとしてはだいぶ短いせいか、なんかこうなんとかルートみたいなね、後ろもないから本当になんかね、一瞬んっていう感じに俺の中でなっちゃったいやまあね、この先ね、誰かのルートにが始まればね、もう少しこう言いやすくなるかなと思います。ってなわけで、まあ前回ね、新しいヒロインが早速ね2人紹介というか、なんかこう紹介っていうか、なんか気づいたらなんか生活の中にね馴染んでる感じになってましたが、まあね、その辺どうしてこうなった、どうしてああなったみたいなところをね、この先ちょっとまあ去年の2年目の12月のあたりからちょっと追っていきましょうかね。よーし、じゃあやっていきましょう。ではではレッツゴー。時は少し戻って2年目の12月、1年の終わりを迎えようとしていた頃、そっちの冷蔵庫のところにまとめておいて大丈夫？あーでも重ねないで、全部開けるようにしておいてね。ここまで準備しておいて今更ですけど、この部屋でクリスマスパーティーなんてしていいんですかね？大丈夫大丈夫、むしろ皇帝の方ではバーベキューの用意してるって話だしね。ここ使うのはレン君がちゃんと許可も取ってくれたから。まあ割とありもりじゃ。使用申請出して実際は遊びに使うなんて昔からやってることだしな。なんなら前は有志が集まって体育館でパーティーとかもやってたぞ。そういうイベントならわかるんですけど、なんでそっちはなくなったんです？今年そういうのやってませんよね。なんでかっつうと、女子が何十人も集まってクリスマスパーティーをやってたんだけど、男子の入る隙がなかったというか、まあそこに混ざれるありもり男子ってそうそういないタイプだよね。だけどその中から抜け出して男子を誘ったり、自分たちでパーティーしようみたいに一人抜け二人抜け自然消滅していったって。あーはい、まあいいんじゃないですかね。何かやらかしてできなくなったとかそういう話がないなら。まあ皇帝のバーベキューの方は逆に男子だけの集まりというか、男の先生たちも来ててなんか賑やかな感じになってたけど、クリスマスで外でバーベキューはちょっと女子としては混ざれないよね。さすがに寒そう。そういえばそのバーベキュー、レンさんが男子がバカやって盛り上がってるからできるなら近づかないでやってくれなんて言ってましたね。そういう場所に女子が来ちゃうと男子的にも気を使ってやりづらい感じになっちゃうだろうしね。しょうがない。うん、でも実際そういうところで女子が近づきにくいパーティーって何してるんだろう。アン先輩、ジュンコ先輩から聞いたこととかないです？全然知らない。とはいえまあ先生たちもいるし、バカなことはやってるかもしれないけど悪いことはしてないだろう。まあ男子だけの集まりって、まあなんていうか、そういう異性の目がないからこそのなんかこう悪いとは別のなんかこうちょっとなんか聞かれたらなんかこうね、まずいっていうよりかは恥ずかしいみたいなことはあるかもしれないよね文化祭の前日設営の時にご飯作るために先生が一緒に石窯作っちゃうような学校ですからね。そりゃバカなことはしますよね。毎節手伝ってたレン君はその石窯で焼いたピザ食べんだって。美味しかったって言ってたし、いいな、食べたかったな。まあむしろそのピザ作ってたのもレン君なんだけどね。私たちのいないところでモデュロール仕込みの腕前を披露したらしいですよ。ああ知ってる、あれから男子にシェフとか料理長ってあだ名で呼ばれてるもんね姉さんもなんだかんだでお祭りになると静かにはしゃぎますよね。まあそのレン君は今ちょっと大事な用事とかで出かけてて、作業部屋クリパの準備は手伝ってくれてないわけですが。そういえば理由聞いてないんですけど、
レイさんの用事って何なんですか？あ、もしかして聞かない方がいいやつだったりします？どうだろう。私たちも急に天君の両親がこっち来て大事な話があるから行かなきゃならないとしか聞いてないんだよね。後輩の親ってあれだろ、転勤が多い仕事で、なんか後輩がこっち戻ってくるまでは一緒にあっちこっち飛び回ってたとか言う。その上、三枝先輩たちと隣同士の部屋を借りてたことを蓮さんに伝えてなかったとか、聞いてる限り割と荒れないイメージあるんですけど。あ、いや、私が親と折り合い悪いからそういう先入観があるのは確かですけど。蓮くんのお父さんとお母さんはいい人なんだけど、確かにちょっと蓮くんに甘えてるっていうか、我慢させてるとこはあるよね。むしろ蓮くんがわがまま言わないで溜め込むか、自分でどうにかしようとしちゃうタイプだっていうのもあるんだけどね。つうか、転勤多い仕事って何してるんだ？オーディオ趣味とか割と高級取りっぽいことは後輩から聞いてはいるんだけど。確か美術賞だったよね。古美術品とかの管理とか売買をしてる会社に勤めてるって話をしてもらったことあります。うん、そうそう。それで蓮くんが大きくなるまでは有森で働いてたけど、ある程度大きくなったんで飛び回るようになっちゃったとか。ああ、そういう蓮さんの美術関係って日向先輩に染められただけじゃなかったんですね。むしろ私が絵にハマったきっかけは、蓮くんのおじさんがチケットくれた美術展に行ってからだからね。今思うとあれめちゃくちゃ関係者チケットだったよね。むしろ原因っていうと後輩の側か。そうやってフラグ積み立ててきたんだな。おっすー、こちらリコと行く。予約してたお店からチキン受け取り完了のすけ。マジうまそう。ケーキもちゃんと受け取ってきました。今からそっちに向かいますね。急がないとリコさんが我慢できなさそうなんで。すきっぱらにこのチキンの匂いはやばいって。いや、さすがに我慢はするけど。マジでちゃんと我慢してよね。リコ変なところで食い意地張ってるから。先輩、イクエとリコからメッセージ来ました。チキンとケーキ回収したから予定通りに持ってくるそうです。了解。交換用のプレゼントも忘れないようにって伝えておいてね。はいはい。でもプレゼント交換か、リコは全然心配してないというか、むしろセンスいいし当たり枠だと思うんですけど。行く、何持ってくる気だろう。おいバカやめろ。改めて言われると小暮が何を用意してくるか不安になるじゃないか。レン君と七瀬ちゃん狙いで自分プレゼント用リボンとか。日向先輩面白いこと言いますね。そういうリアリティあるのやめてくださいよ。当たり枠といえば純子先輩のプレゼントだけガチすぎることになりそうで、それはそれで不安なところがあります。小暮の話から純子先輩にナチュラルにつながるのはもうしょうがないな。ベクトルは違うけど、何かすごいことしそうって意味じゃ菅野先輩もなかなかですからね。最初は純子先輩モデュロール貸し切りにしてクリスマスパーティーやろうなんて言ってたんだよね。主催という名の自腹で。はあ、さすがにそれは純子先輩の負担が大きすぎるし、かといって割り勘してもまだ高かったよね。それにモデュロールもクリスマス営業があるからここでパーティーやろうって落ち着いてよかったよ。菅野先輩って夏の旅行の時にも結構お世話になりましたけど、そんなにお金持ちなんです？お金持ちではあるけれど、それはそれとして、最近は今の学校でずーっと上っ面保ち続けてて、発散先を欲してるというか、そういうことらしいぞ。パーフェクト年上のお姉さんモードの純子先輩も好きだけど、趣味とか創作の話ができないっていうのは大変そうだよね。今の学校での勉強があるから有森にいた頃みたいに創作で発散できないって溜め込んでたからね。他の道を選んだからこそ創作意欲がたまるタイプですか。業界でもたまに聞きますね。
ちょっと遅れるけどパーティー行けそう。うむうむ、ケーキがなくなる前にちゃんと来るように。善処する。遅れてくるんだから手ぶらじゃなくて何かちゃんと用意してくるんだよ。わかってる。準備も手伝えてないしな。むしろ普段のことを考えると姉さんはこういう時くらいは準備とかしないでいいんじゃないですか。確かに、むしろ手ぶらでもいいくらいじゃないか。今桜田先輩が手ぶらって言いませんでしたか。それ漫画にしていいですか。マジキモい。唐突にバカな。そもそも前々から思ってたけど、そういうの後輩ならともかく、なんで同じ女子のお前らが反応するんだよ。いいものというのは性別にとらわれるべきではないと思うんです。そこまでよ。で、一応聞いておくけど、持ってくならどの辺持って行った方がいい？かぶりとかない方がいいだろ。食べるものとかはありますし、これといって足りないものはないですかね。アンや他の誰かに着せたいサンタクロースのコスプレ衣装とか。なんで今うちの名前だけ別で出したんですかね。オッケー。お前の用意するものは何一つオッケーの気配がないからな。いいか、絶対変なもの用意するなよ。フリじゃないからな。うん、とっさん、クリスマスも仕事って言ってませんでしたっけ。おお、だから返事がスタンプだけだったんだ。そうだな、クリスマスに用意してほしいものといえば、用意してほしいものといえば、一緒にイブを過ごす可愛い女の子とか。それはこの部屋にもう十分来るだろう。まだ足りないのか。まあまあ、お姉の言うことは置いといて、サプライズがあるといいよね。サプライズしろとかいう無茶ぶりのひどいやつ。すみません、レン君さん、調子に乗りました。元気に間に合ってくれたらそれでいいよ。先にまともなことを言って視点を取り戻しつつ、姉をフォローしない妹の鏡。私だってレン君のことを信じてるからね。いやいやいや、レン君、そこで何も返事がないと綾の目論見通りというか、私だけ無茶ぶりしたみたいになるんだけど。実際無茶ぶりはしてるしな。まあこれで後輩が本当にサプライズプレゼントを用意してきたらびっくりするけど。あの、レンさんってこういう時その辺も割とできちゃったりするイメージなんですけど、そうでもないんです。おっと、それじゃあ七瀬ちゃんはレン君がサプライズ用意できると思ってる感じかな。そうですね、できてもおかしくはないですね。よし、それじゃあどっちのイメージが正しいか勝負しよっか。ふっふっふ、幼馴染の力を見せてあげよう。おっと、そんなこと言っちゃっていいんですか。あれで期待には応えてくれるタイプだと思いますよ。七瀬ちゃんが地味にレン君を実際よりもできる男っぽく見てる感はかなり最初から感じてたけど、今回はどうだろう。レン君、意識してそういうのはできるかな。レン君は自分でも意識してないとこで急に不意打ちしてくるとこあるけど、考えて器用に立ち回るとかできる方じゃないからね。遅れの影に隠れてるけど、双子の言う通り七瀬も地味に後輩の期待値高いところあるよな。やめてください。入学した後は実際のレンさん見てその辺のイメージを押し付けてたところはもうちゃんとしてますから。むしろその七瀬ちゃんの前で年上としてちゃんとしようって見え張ってたレン君を見たい。七瀬ちゃんいいな。今さら私とお姉の前でそういう態度を取ってくれるわけないもんね。羨ましい。そうそう、絶対七瀬ちゃん用の優しい感じ出してたよね。アン先輩、言いたいことがあるならどうぞ。いや、双子の言う通り後輩って自分よりも年下相手に対して見えっていうか、ちゃんとしようと肩肘張ってるとこあるよなって。その言葉に日向もあやめはですよねと同意を返すのだった、今年はみんなで作業部屋クリパか。こういうのって準備していくのも楽しいけど、
レン君は一体どこに行ってるのやら。レン君のいないところでレン君の初出し情報がちょこちょこ出てたけど、やっぱり親の影響って少なからずあるんだろうね。あととんでもない無茶ぶりされちゃったけど、レン君はパーティーにサプライズを用意できるのか。次回もお楽しみに。